もゆうたねのゆうです。本日はドラゴンボールより主人ベジットですね、こちらの方と前ですねマコモ取ったんですけど、こちらの B バージョン、こちらの方が欲しいなと思ったんで、こちらの方ですね取っていきたいと思います。そしたらですねやっていきたいと思います。はい、そしたらまずですねドラゴンボールのベジットですね、こちらの方ですやっていきたいと思います。こちらのね主人もね結構ベジータ出てからめっちゃ早いですね出るの。それでそしたら真ん中あたり BC チャレンジできるか、まあ結構重たそうなんで、あーですよね、できないかな、できやんなこれは。まあええ形には取るんで、とりあえずはめていきたいんで、とりあえずもう一回ですね同じとこよりちょい手前ですね、手前あたりをやってきますね。さあここの動きがちょっと重要ですけども、おおいいですね、今ちょっとハマりそうやったんで、とりあえずまあこんだけかかりなくなったんで左爪ではめていきますか、左目手前ぐらいかな、うんいいですね、よし入ったんで、とりあえずこれで、あ待ってくれ、おおいいね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 いいですね。そしたらまあこの形になったんで、とりあえず回していこうか、とりあえずまあ小物を取った時のベジータも結構強かったんで、爪がね結構でかいんで多分強くはしちゃうはず、回るかどうかはちょっと分からんけど、どうやろ、よしよしよっしゃ、オッケー、マジかよ、めっちゃ強いですねこれ爪、いやいやいや。そしたらですねこちらのベジット、こちらの主人ですね、こちらのゲットです。そして次いきまーす。はい、そしたらですね次ですねキュエポスケット、鬼滅の刃ですね、こちらのマコモ、こちら B バージョンですねやっていきたいと思います。これでね A バージョンは取ったんですけども、 B バージョンもちょっとね欲しいなと思いまして、ちょっとやっていきます。そして BC チャレンジ、マジかよ、どうなっとんの、いやいやいやそんなはずないんで、とりあえずもう一回じゃないな、もう一回やってみて手前ですねやってみます。でこれでもしこれでも動かんだらちょっとやばいですよね、いや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 。そしたらですね隣へ移動しました。とりあえずね A が置いてあったんで B に変えてもらいました。でとりあえず BC チャレンジします。これで動かんとちょっとやばいですけど、おー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 おっけおっけおっけ、さっきより全然いいですね、てかめちゃくちゃ強いです。そしたらですね右角ですね手前狙ってみますね、で払っていきます。あーちょっと待って倒れてしまったけども、おっけ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 、とりあえず立ったのでもう一回ですね真ん中持って奥へね立ち上げます。で普段通り持ち上がると思うので、よしよし、こうなったんでとりあえずもう一回ですね払っていきたいと思いますね、左爪で手前ですね、いつも通り僕のやり方ですね、私のやり方でやっていきます。ここで横にバタンと倒れれば、おーっとっと爪のかかりかな、これはさっきと同じぐらいで爪プラス生地がうまいこと噛み合わせてくれれば、よしよし、おいいとこ行ってんじゃんこれ、さっきより横に、よっしゃ、オッケー、リーチー、大手大手。そうそうですね、これはもう返していきたいと思いますね、これでフィニッシュですね。はい、これでうまいこと間にはまれば、よしよしよっしゃ、オッケー、オッケーオッケーオッケー、いいですね。そしたらですね、キューポスケット、マコモ、こちらの B バージョンですね、こちらのゲットです。2日後になるんですが、本日はですね、子供たちとね、ガラポン回したついでに、欲しいフィギュア、カナオがあったので、まだ、とりあえずこちらをやっていきます。とりあえず真ん中狙ってみますね、一回。おー、いいですね、いいですね、いい動きしますね。そしたら僕が同じところですね、狙っていきますね。意外になんか軽そうな感じがするんで、いけそうな感じがするんですけど、
まあ、動きはまあ上がるだけですよね。そうしたら左右にちょっと振っていきたいんで、右爪を奥でですね、やっていきますね。さあ、これで動きがどうなるかですけど、オッケーオッケーオッケー、いいですね、動きですね、いい動きします。そしたらですね、奥ですね、回していきます。これでうまいこと回ってくれればいいんですけど、軽かったら結構動くはず。よしよしよし、オッケー、いいじゃないですか、斜めはめ、いけるね、これは。そしたら奥も一発回していって、これで回し切ってくれれば、これで取れるはず。回し切ってくれるかな。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、取れました。とりあえず500円。そしたらですね、 SPM のつゆりかなお、こちらの方ゲットです。そしたらうちに帰りたいと思います。はい、どうぞ。そしたらですね、本日は鬼滅の刃つゆりかなおの SPM のフィギュア、そしてですね、2日前にですね、ドラゴンボールのベジットのフィギュア、そしてですね、キューポスケットのマコモ、こちらの B バンドですね、こちらの方ゲットいたしまして、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらですね、ドラゴンボール出陣のベジット、そしてですね、鬼滅の刃からキューポスケットのセピアカラー B バージョンですね、こちらのマコモ、そしてですね、 SPM のつゆりかなおのフィギュア、こちらの方開けていきたいと思います。そしたらまずベジットの方からですね、上開けていきます。はい、ベジットですね、上上げていきました。まあ中は意外に動くんですけども、かなり重たいんで、まあ重心はまあこんな形でね、置かれとったので、まあ重心は表下裏って言ったらいいですかね、こちらの奥側になるかな。うん、そうやね、多分奥側やね。そしたら次ですね、キューポスケット箱も上上げていきます。まあ前回ね、 A 開けた時も一緒のような形で入ってましたんで、まあこんな形でね、上が抜け取るって感じですね。でまあこんな感じで置かれとったので、まあ重心は下っていう感じですね、奥側っていう感じですね。そしたら次ですね、 SPM つゆりかなお、こちらの方上開けていきます。はい、かなおちゃんですね、上開けていきました。まあまあまあ、こんな感じでね、SPM の感じでまあ、入っておりますね。まあ、重心はね、まあ、こんな感じでね、置かれとったので、重心はまあ、下なんかなって、奥側って言ったらですかね。こういう風に入っておりましたね。それでは次、ベジットの方出していきまーす。はい、ベジットの方ですね、出していきました。まあまあまあ、ベジータとね、同じような感じでね、入っておりますね。まあ、出陣のね、シリーズなんでね。そしたら次、マコモ出します。はい、マコモの方のですね、出していきました。いやいやいや、でもね、セピアカラーでもめっちゃ可愛いですね。そしたら次、つゆりかなを出していきます。はい、かなおちゃんですね、出していきました。いや、意外にですね、部品も結構多いんかなっていう感じですけど、まあ意外にセガさんのシリーズなんですけど、意外に可愛いですね。そしたらこちら3体組み立ての方していきたいと思います。はい、3体ですね、組み立ての方完了いたしました。いやいやいや、意外にですね、良かったですね。いや、まずベジットから、いや、かっこいいですね。まあまあ、ベジータと一緒のような感じでね、まあ台座も結構ええ感じでちっちゃいですね。まあまあまあ、次ですね、マコモ。いやー、まあセピアカラー可愛いですね。まあ A も B も全然可愛いっす。そしたら次、 SPM のつゆりかなお、こちらね、
見てもらったらわかるんですけど、横にですね、こう並べると、まあ、臨場感が出ますよと。なた具山編のやつですね。でですね、一応持っとるんですよね。ちっちゃくなったねずこ。で、それがこっちにあるんですけど、ちょっと並べていきたいですね、これ。ちょっと臨場感出します。で、こんな形でですね、ちょっと並べるんですけど、こうかな？いや、でもちょっと遠すぎるな。ちょっと確認しますね。ですね。もうちょっと近いんかな？こっちかな？あ、これやな、これやな。これはちょっと、なた雲山編のちょっと、臨場感めっちゃ出てますね。いやー、いいですね、この並び見ると。そしたらですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いします。